客さんの笑顔のために、誰にでも愛される中華を探求し続ける広島四川飯店料理長大康則さんの登場です。大さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今週はキノコ大好きレシピというテーマでお送りしています。試食はコメンテーターの広下さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日大さんに教えていただくのはこちらです。エビとキノコの豆腐塩煮込み。もう大さん、エビがプリプリで、はい、キノコの旨味もたっぷりで、これからの季節いいですよね。そうですね、もうシンプルな味付けですけど、こう旨味たっぷりの料理になりますね。はい、そうなんです。今日味付けが本当にシンプルな調味料でできます。ぜひ皆さんも作り方を参考にしてください。そして今日もプレゼントのチャンスがあります。楽馬ギュー。はい、広瀬さん素敵な笑顔でありがとうございます。もう慣れっこです。RCC アプリイラウで今画面に出ている今日の料理のポイントクイズに週に3回答えていただくと抽選で豪華なプレゼントが当たります。今週は 100% 果実発酵のお酢から作りましたビューティービネガーみちょです。希釈タイプは全7フレーバーとなっていて、果実をそのまんま発酵させているためフルーティーでまろやかな味が人気となっています。今週はザクロ、パイナップル、マスカットの3本セットを10名の方にお送りします。参考するだけで OK です。ぜひイラウをダウンロードしてご覧になってください。ではクッキングスタートです。はい、ではまずキノコを切っていくんですけども、はい、今日は椎茸、舞茸、しめじを使います。はい、はい、で今日は合わせて大体 200g 使っていきますね。はい、200g、はいはい、まず椎茸一口大に切ってあります。結構大きめですね、幅。そうですね、はい、はい、まあ、食べやすい大きさに切ります。はい、はいはい、で続いて舞茸ですね。はい、舞茸もまあ食べやすく一口大にこれはほぐしてあります。はい、今日キノコ、しいたけ、しめじ、まいたけですけど、はい、第三的におすすめってありますか？おすすめ、もうキノコは何でもいいので好きなのを入れればいいと思うんですよ。で僕はまいたけが好きなんで今日はまいたけをたっぷり使います。いいですね、まいたけ美味しいですよね。はい、で続いてしめじです。はい、はい、しめじはこう石突きを落としてあげて、で同じようにほぐします。はい、今日は3種類ですね。はい、はい、キノコは 200g、はい、このように準備してあります。はい、はい、続いて豆腐です。はい、豆腐を切っていきます。豆腐も一口大の大きさに切るんですけど、まあ、厚みがあるので、まあ、半分に切って。ちょっと切り方面白いですよね、これ。そうですね、はい、で、まあ、3等分、はい、まあ、豆腐によりますよね、まあ、一口大に切ればいいと思いますけど、ひし形にこれ切ってあります。斜めに切るんだ。そうなんです、こうすると綺麗にひし形になります。はい、はい、でこの豆腐をボイルしていきます。はい、はい、お湯をたっぷり沸かしてあります。ここに 1% の塩を混ぜ入れてあります。はい、はい、でここに豆腐を入れます。はい、豆腐入れてボイルしていきます。はい、はい、はい、こちらポイントです。はい、豆腐はボイルをすることでこう食感がプルンと良くなりますので、はい、まずボイルしてあります。でボイルする際に塩を入れたのは、塩を入れることでこう豆腐の旨味が引き立ちますので、塩を入れたお湯でボイルしてあります。水っぽくなったりとかしないんですね、やっぱり。そうです、ボイルすることで逆に中の水分が出ますので、ボイルしてあげた方がいいと思います。はい、で続いてむきエビですね。はい、じゃあ、むきエビは洗って水分を取って準備してあります。準備です。はい、ここに下味を入れていきます。はい、まずお酒です。小さじ1です。はい、で塩です。はい、はい、で胡椒です。胡椒少々です。はい、これを入れたらしっかりと揉み込んで下味を入れます。はい、こちらもポイントになります。はい、はい、エビにしっかりと下味を入れることでエビの食感がプリッとした食感になります。うん、本当にこの一手間でエビがもうプリッっていうぐらいの。そうですね、食感になりますよね。プリッとなりますし、やっぱり下味があると料理になった時により美味しさを感じますので、下味は入れてあげた方がいいと思います。はい、全く違います。はい、で今度ここに片栗粉をまぶします。
はい、片栗粉大さじ3です。はい、結構たっぷりですね片栗粉。そうですね、片栗粉はこうエビの周りにこう全体について、はい、エビ一つ一つがパラパラになるぐらいの量入れてあげてください。確かに一つずつにしっかり粉まとってますね、はい、そうですね。でこれは衣になりますので、ということは後であんに絡みやすくなる、はい、ですので、片栗粉をまぶしてあげてください。はい、でこのエビを、はい、豆腐をボイルしている鍋で一緒に茹でていきます。はい、はい、豆腐と一緒に一つずつ入れていくんですね。はい、これも片栗粉が剥がれちゃったりとかもそんなにもう心配しなくていいんですか？はい、そうですね、もう火が通ればもう周りに片栗粉がついてますので、そこは大丈夫です。はい、でさらに今日は銀杏を入れますので、はい、銀杏の水にこちらも一緒にボイルしてやります。銀杏好きです。水に15粒、はい、はい、でボイルしながらまずエビに火を通していきます。はい、はい、じゃあ今度隣のフライパンで、作っていきますね。はい、はい、フライパン熱してあります。ここにサラダ油をなじませて、で大さじ1ぐらいの油を入れます。はい、はい、でここに先ほどのキノコ、はい、これを入れます。はい、先ほど切ってほぐしたキノコです。はい、はい、でネギと生姜、細ネギと生姜、こちら1センチ角に切ったものですね、これも入れて一緒に炒めます。細ネギが2分の1本分、生姜は1かけです。はい、はい、ここで炒めることがポイントになります。はい、はい、キノコとネギ、生姜、これら炒めることによって風味が良くなりますし、キノコの旨味も出ますので、いきなりスープに入れて煮るんではなくて、はい、まず炒めてあげます。私も普段煮込み料理って思ったらもうすぐキノコとか切ったら、お湯の中にポンって入れちゃってたんですけど、はい、岩佐さん どうですか？いや、そのまま入れちゃいますよね。一度炒めるっていうのがポイントなんですね。で炒めた方がキノコの旨味が出やすいですね。はい、そうなんですよね。もうこうちょっとなんか焼き色とかもついてきますもんね、だんだん。そうですね、少し焼き色がつくぐらい炒めてあげていいと思います。はい、この一手間でまた全然違うんですよね。はい、でネギと生姜の香りもついて美味しくなります。はい、はい、キノコにネギと生姜の香りも移るんですね。はい、はい、ここまで炒めたら鶏ガラスープを入れます。ここで鶏ガラスープ 350ml です。はい、はい、そしたら今度ボイルてます、ね、はい、でボイルしている豆腐、エビ、銀杏もここで入れてやります。お、はい、あー、プルプ プル豆腐がプルンとしてますよね。、うん、あー、はい、これをスープの方に入れていきます。木下さん、プルン感伝わります？伝わりますね、プルンプルンしてますね。です、これがね、でもプルプルなんだけど食感も噛んだらしっかりこう、はい、残ってるんですよね。そうですね、これがやっぱ茹でることのポイントなんだろうなと思いました。一度茹でてから煮込む方が崩れづらいですよね。わ、いいですね。はい、そしたらここでもう味を入れていきます。はい、まずお酒です。お酒が大さじ3です。はい、で塩です。小さじ1で、胡椒です。少々です。はい、今日の味付けはもうこれだけです。これだけなんです。すごくシンプルですよね。だって下味も含めてもお酒と塩と胡椒とあと片栗粉しか使ってないですよね。そうですね、もうシンプルなんで、いかにキノコの旨味を引き出すかってことですよね。はい、もう秋ならではですね。はい、でここで味見をして、薄かったらちょっと塩を足してあげてください。はい、で味が良ければここに今日は色味でちょっとグリーンピースを入れてあります。30粒です。はい、で水溶き片栗粉でとろみをつけていきます。はい、はい、水溶き片栗粉はダマになりやすいので、ちょっと火を弱めてあげて少しずつ入れます。はい、はい、弱火でちょっとずつで入れたら優しく押して混ぜてやります。水溶き片栗粉って絶対ちょうどいい量作れないですよね。そうですね、私どうしても余らせちゃうんですけどね。
そうですね、なんか入れすぎたりとかね、しちゃいますもんね。まあ、難しいですよね、量はね。そうです、とりあえず濁ればいいかって思います。なんか今もうプロの大先生が難しいですよねっておっしゃったんで、はい、僕が悪いわけじゃないんだなって思うんですよ ね、 ね、プロでも難しいんだっていう。そうですね、はい、ちょっと調整しながらですか。そうですね、はい。で、緩かったらまた火を弱めて入れてあげて、こう優しく混ぜながら火を通していきます。はい、わあ、でもいいとろみ。はい、で、水溶き片栗粉は入れたらこうしっかりと火を入れないとまた水に戻りますので、とろみをつけたらしっかりと沸かしてやります。はい、いや、音もなんかあんっぽくなりましたね。そうですね、あんになるとこう沸いてる音が変わってきますよね。変わってきますよね、うん。グツ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 、はい、で、ここまでしっかりと沸いたらこれで盛り付けます。はい、お玉ですくうとやっぱ豆腐崩れやすいので、このまま流し入れた方がいいかもしれないですね。おー、うわー、きれい。はい、これで出来上がりです。はい、こちらでとっても温まります、エビとキノコの豆腐塩煮込み完成です。では、今日の料理をおさらいしておきましょう。材料はこちらです。豆腐は一度塩を入れた湯でボイルすることでプルンとした食感になります。エビと一緒に茹でられるので、ひと手間加えるととっても美味しくなるんです。そのエビも下味をしっかり揉み込みました。プリッとした食感が味わえます。そして主役のキノコ、そのまんま煮込まずに一回炒めることで風味が良くなります。寒くなってきたので煮込みは温まります。ぴったりです。ぜひ作ってみてください。では木下さん、お召し上がりください。いただきます。はい、うまっいや、ほんと優しい味で、だからこそキノコの旨味、はい、エビの旨味、めちゃくちゃジュワーッと出てきますねダイレクトですよね。これエビって普通にスーパーで売っているあのバナメイエビとか、そういうのバナメイのもうむきエビでいいですよ。こんなにプリプリになるんですね。そうですね、こう下味をしっかり入れることでこうプリッとした食感になりますね。うーん、大先生、もっといろいろ教えてください本当にね、こう幸せなんです、ここに立つのいつも。で、あの銀杏とかで生姜も結構大きめに切られているので、それを食べた時にまた食感の違いだったりとか、はい、味の違いがね、しっかりわかるんですよね。秋ですね秋が来ましたね。めっちゃ美味しい、ね、ご飯もたくさん食べられる、そして温まる一品です。ぜひ皆さんも作ってみてください。さあ、明日は洋食の前園さんです。まるでアワビエリンギステーキを教えていただきます。大さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。